はい、2本目はアメリカの話です。夕刊フジの記事です。ワクチン接種に、先行するアメリカ、米国ね、脱マスク大丈夫なのっていう記事が出ます。何の話かっていうと、アメリカでは接種が進んでるんだけれども、最近、接種率、新規の接種率だね、が、滞ってきて、接種の増加率かな、接種済みの人たちが増える割合が下がってきてると。よろしくないと、みんなどうも接種しろと言うんで、接種した後2回目ね、2回接種して効果が出るようになりましたって言った人が2週間経ったらマスクしなくてもいいよっていう話になったらしいよ。面白いね。いや道歩いててさ、してる人してるない人がいてさ、マスク、ワクチン打ったかどうかがさ、こう看板が立っているわけじゃないんだからさ、ゲームの中でね、自分のプレイヤーの上にさ、1P とか 2P とかさ、こうアイコンが立ってるわけじゃないんだからさ、世の中さ、ね、ワクチン打ちましたよって、こう何、そうね、こう、わからマークってあるじゃん、車に貼っつけてあるやつ、あんなような感じのワクチンマークとかを作って、貼った人は、マスク外してもいいよとかにすれば、いいかは別にして、他国のことだから好きにしろやって感じだけど、判断基準がない状態でやるのはどうなのって私は正直言って思います。だから、ただおそらくアメリカの医学界というか CDC かなからすると、接種率が伸びないことの方がよほど由々しき事態と判断したんでしょうね。少しでも飴をあげるからとっとと打ちなさいって言いたかったんですね。ただね、私が思うにね、打たない人はね、打たないでしたって。で、打たない人はマスクもやっぱり外せなくなったから、もうマスク外していいの外すでって言って、ここだとばかりキリとして打ってない状態を外すと私は思うよ。どうだろうね、皆さんはね。さっき私もここで外してるけどさ、皆さんから距離があってマイクを握ってて、マイク握った状態でこうマスクしてるとね、それなりにこうこもっちゃうんで、あえて外させていただいているお許しいただければと思いますがね。はい、皆さんが、アメリカ行く、今はね、アメリカまで行くって機会が相当ないし、企業に勤めている企業戦士、企業オーマーの方ですよ、自分の会社のね、海外渡航っていうか出張がかなり厳禁されてるっていうのはご存知かなとは思うけどね、うちも厳禁ですよ、行っちゃいけませんよ、プライベートで待って言われてますよ、それでも行き屋からの中にはいるんだろうけどね、そういうのは懲戒解雇とかなればいいと思ってるよ、私はね。はい。ね、はい。で、たぶんさ、不思議なんだよね。最近、寮に見るようになった。アメリカついでにね。ハワイとかの、こう、旅行の広告を微妙に見るようになってきた。で、まだ別に渡航解除されてないよ。ここOK出てないよ。なのに、それが出るってことは、出したいと旅行業界がギャー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 言い出したっていうのが、透けて見える気がいたします。逆に、入ってきてる方たちも、わかってるからな、お前ら。勝手に入ってけんねんじゃねえぞ、ほらってね、まだまだ門戸は開いてませんからね、わずにね、はい、皆さんも、陽性とはいえ、最後その陽性になるんですが、陽性とはいえ、自国の、てか自分のね、家族の命を守るためですし、アメリカのね、マスクしない政策とかに乗っからないように、日本政府を監視していきたいなと、マスクをしないようにとか言って、活動がこう活発化してますけど、日本でも、実際にマスクをしてないとそう見ないですけどね。逆にマスクをしてない人がいたら私も白い目で見てますけどね、はい、今日は外出者ドラマやな、このタイミングでもいい値段だったらいいなとか思いながら、2本目を締めたいと思います。皆さんはこのアメリカの政策いかがお考えになりますでしょうか。ありがとうございました。